もうありえないくらいのちょっと男の人と女の人の。え、おお、これ、それです、それですね。どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回ですね、なんかこう嬉しい回と言いますか、なんかぜひ皆さんにね、この温かい気持ちでね、階段楽しんでいただきたいなという回なんです。なんでかって言いますと、私オンラインサロンの方をねやらせていただいておりまして、超常現象研究会というんですが、本当にねこうオカルトが大好きな気のいい仲間たちで、日夜ねこう階段でこうなんか話し合ったりとか、こんな写真撮れたんだよってことを報告し合ったりとか、そちらの方でね、ちょっと前にみんなでこう怖い話を実際にこう話し合うみたいな会があったんですが、その時にいやこれはすごくいい話だぞということで、ぜひね YouTube の方で皆さんにもねご覧いただきたいって思ったんですね。ということで今回はそのオンラインサロンのメンバーの方、来てくださってまして、でこの方はですね、 もちろんプロでも何でもない方なんで、そういう意味でね皆さんちょっと今日はあったかくね、聞いていただきたいと思います。でも話はね間違いなく絶品です。お楽しみください。というわけでご紹介させていただきます、水沢貴博さんです。こんにちは。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。なんか今日拍手の数が多いのは、はい、ね、オンラインサロンのメンバー、はい、やっぱりこの仲間が喋るってこと で、 そうです、ね、呼んでもないのになんかみんな応援に駆けつけるっていう、もうもううるさいんで本当に。あとここからは、はい、ぜひねこう自重しながら楽しんでいただきたいと思うんですけども、はい、水沢さんですよ、はい、お願いいたします、はい、水沢貴博と申します。よろしくお願いします。僕と同じ地元長野県は、はい、諏訪の方にお住まいで、そちらの方でお仕事としましたよね。あ、そうですね。癒し堂というリラクゼーションサロンを経営されてるんですよ。はい、そうです。長野県は諏訪地方で癒し堂というリラクゼーションのお店を経営しております。はい、ね、だから全くこういうところに出て話すとかっていうのがまあそうですね、実際に怖い話を人前でするなんてめったにね私生活の上ではないもんですから、ちょっとね大変緊張しております。さっき言ってましたもんね、はい、うわーこれがピンマイクかっていう人生初のピンマイクつけていただきました。でもちろん専門家プロでも何でもないので、ちょっとこうお聞き苦しいとか、なんか話が整理されてないよって思う方いらっしゃるかもしれませんけど、一生懸命ね話をね、今日は長野からしに来てくれてますので、ぜひ皆さんあったかい目でお楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いします。なんかお話の前に、はい、なんかちょっとお土産があるっていう、そうですね、僕並びに視聴者の皆さんに挨拶がてらのお土産があるってことで、なんかある一枚の写真を見せたいって言われてるんですけども。そうですね、ぜひご覧いただきたいと思いまして、今日わざわざ家の方からこちらの方に持ってきた写真があるんですけれども、さっき、はい、本番前にね大隈さん演出のね、はい、にだけ見せてたら大隈さんがいやーって悲鳴上げてたんですよ。それちょっと遠目で見えてたんですけど、普段はほらいろんなね本当有名な怪談師の方とか有名なこの方たちがここに来てよりすぐりの写真を島田さんにご覧いただいてるじゃないですか、はい、で島田さんほらやっぱ目が肥えてらっしゃるので、一番怖がりなんで、はい、方ただね、はい、ちょっと悲鳴が上がってたってことは、はい、じゃあその写真っていうのは心霊写真です。そうですね、今までで一番はっきり写っている心霊写真と言っても過言ではないかもしれません。1994年の1月16日の日に、まさに東京タワーに観光に来たみたいなんですね。あ、長野の方から、はい、でその東京タワーにその昔老人形館っていうありましたね、あったらしいんですけれども、そこに訪れた時に撮ったスナップ写真の一枚なんですけれども、老人形館を撮ったっていう、はい、そう、老人形館の中、館内の中ですね、老人形を多分撮ったと思うんですけれども、その時にちょっとおかしなものが写っているっていう写真がもう我が家にずっと伝わっておりまして、兄弟でもねこれ心霊写真じゃないのって騒がれてたものがあるんで、ちょっとまずは先に見てもらった方が分かり、すごいっすね、はい、じゃあ早速じゃあ島田さん、え、じゃあとりあえず普通にちょっと見させていただきますね。どうぞどうぞどうぞ。あ、そのスナップ写真を今この携帯の、ね、本で撮影したってやつですよね。
ろう人形ですよね、はい、もちろん全部普通にずらーっとこう人形が集まる、はい、これ最後の晩餐、そうですそうです、イエスキリストの多分最後の晩餐の風景のろう人形の、なところをまあ形取ったコーナーだと思うんですけれども、おかしいところっていうのが多分ね2箇所くらいあるんですけれども、ええ、ちょっと待ってくださいね、これ右側の方ですか、もしかして右もそうですし真ん中も、何これ、これなんかこうガラスの中かなんか入ってて、最初はガラスに反射してるんじゃないかなって思ったんですけど、そこは真ん中は横向きの女の人が映ってるんですけど、ちょうどそのイエス・キリストの、はい、重なるようにして、右が多分ユダですよね、はい、その右のろう人形の前に本当何かガラスに映り込んだ横顔みたいな女性の横顔映ってますよね。そうですね、上半身はしっかり映ってるんですけど、そこまで映るんだったら下半身も映らなきゃおかしいんですが、その右側の方をちょっと見てもらってアップにしてもらうと、さらに右ですか、はい、もうありえないくらいのちょっと男の人と女の人の、これそれです、それですね、それはね何なんだろうって思って、でまずちょっと皆さん確認したいんですけど、はい、まず中央あたりの女性の、はい、左側をこう向いてる、まずそれですよね、それも本当にこう色がついてね、はい、まるでこう生きてる人が、鏡にガラスか、ガラスに反射して映ってるように見えるんですけど、ちょっとその映り方が普通じゃないなという、もちろんガラスはないんですよね、あ、ガラスは多分あると思うんですよ、 あるんだけれども、もしあるならそのね、胸元から下あたりも一緒に映らなきゃおかしいんですよね。もう一つってその右側の方は完全に男の人と女の人が並んで赤い顔して下を向いてチーンとしてるっていう、このことです、あ、そうですそれです、え、でもう一つはこれ男の人女の人、あ、これろう人形じゃないですか、ろう人形じゃないんですよそれろう人形かと思いきやの、いや、なんかガラスに何か映り込んだものと思いたいですけど、はい、でだね、もしね、それが生きてる人が映り込んだっていうならそれはそれで、ね、納得はできるんですけれども、まあ、日付もね載ってますので、でその日にね私がこの老人形館に行ってましたっていう人がもしいれば、ね、名乗り出ていただければ、ね、謎は解けるんですけれども、確かにそのね、はい、右側の、すごい、はい、お土産ありがとうございました。とんでもございません。いや皆さんちょっとね、どのように見えたでしょうかね。まあ、でもこうね、もちろんおじいさんおばあさんが撮られた写真ですからね、はい、変に合成なんかするわけもなく、ちょっとおかしなものが映り込んだように見えるっていう写真ですね。はい、いやありがとうございました。さあこれが挨拶。はい、そうです。ここからの次のお話につながってまいりますので。はい。はい、じゃあお話の方、早速いいでしょうか。よろしいでしょうか、はい。はい。ではよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。今ご覧いただいた写真の撮影者でもあるちょっとおじいちゃんとおばあちゃんにちなんだお話を今日は、させていただきたいんですけれども、はい、ですね、僕が生まれた家っていうのが、おじいちゃんが建てました一軒家だったんですけれども、うん、玄関入りますと正面にこう長い廊下が続いておりまして、うんうん、でその突き当たりがお手洗いだったんですね、はい、で、玄関上がってその長い廊下進まずにすぐ左手見ますとこう右から左にスッて開ける式のスライド式の扉があったんですけれども、はい、その扉を入るとそこがね4畳半くらいの小さい部屋だったんです、うんうん、でその部屋と隣の台所がこう松付けになっておりまして、うんうん、で台所でね料理したものなんかをこう簡単にこう運び込みやすいっていうところから、その4畳半の部屋は家族の食卓部屋として使われてたんですね、はいはい、でさらにその部屋なんですけれども、もともとこう立て付けされたタイプの、うん、だいたい大人が立ち上がって胸くらいほどの高さのある扉のついた収納棚がありまして、うんうん、はい、でさらにその上に、まあ、大きさとするとだいたい80センチ×80センチくらいの、まあ、小さいお仏壇がこうトンと載っておりました、はいはい、でそのお仏壇はね、おばあちゃんがこういつも朝に夕にお線香を立てて手を合わせていたってお仏壇なんですけれども、うん、僕もちっちゃい頃なんかはね、おばあちゃんと一緒になってこうチーンするなんつってこう一緒になって、ね、拝んでた記憶があるんですけれども、はいはい、である日、うん、僕はですねその部屋に一人で
いたんですね、うんうんうん、はい。で、先ほど言いました、収納棚の扉にうつかって、床に座って一人でこう絵本を読んでたんです。それ何歳ぐらいの時ですか？多分ね、小学校上がる前だったんで、年中さんとか年長さんだと思いますね、うん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 、はい。で、絵本を読んでおりましたところ、しばらく経ちますと、どこからともなく、しゅうちゃん、しゅうちゃん、あの、僕本名周作って言うんですけれども、はい、水沢貴博さんではないですね。あの、それはあのサイトの中の名前で、本名周作って言うんで、はい。で、どっからともなくね、そのしゅうちゃん、しゅうちゃんって呼ぶ声が聞こえたので、ええ、あの、読んでる本をね、ちょっと置きまして、あたり見渡したんですけれども、うん、もちろんね、その部屋には僕しかいなかったんですね、うんうん、はい。で、気のせいかなと思って、また本読み始めておりますと、どこからともなく、しゅうちゃん、しゅうちゃんって女の人の、僕の名前を呼ぶ声が聞こえたんです、ええ、で、2回目に名前を呼ばれた時に、僕その声に反応しておりまして、うん、声の出どころに向かってね、顔を向けてたんですね、はい。で、ちょうどこう絵本を読んでたんですけれども、ちょうどこういう向きで上を向いてたんです。上の方から聞こえたんですね。そうです、上から聞こえたなと思って上を向いてたんですが、うん、はい。で、どうも今絵本を読んでる、収納棚の扉の上、置いておりますお仏壇の中からどうも聞こえたんじゃないかなって思ったんです。はい。なので、読んでおりました本をね、床に置いて、その場に立ち上がって、お仏壇の中を覗こうとしたんですけれども、こう何分にもね、あの、大人が立ち上がってこう胸ほどの高さもある収納棚の上にあるお仏壇なんで、中までちょっと見れなかったんですね、うんうん、なので、その辺にありました、あの、子供用の、食事の時に使うちっちゃい腰掛けってあるんですけれども、はい、それをこうよいしょよいしょ運んできまして、収納棚の前にドンと置いて、その上にこうトントンと乗って背伸びをして、ようやくお仏壇の中が覗くことができたんです、はい。で、お仏壇のね、端にこう両手をかけまして、そーっとこう、そうです、中を覗いてみたんですけれども、お仏壇の中は、ね、何らいつもと変わらない様子だったんですね、うんうんうん、で、正面に大きいお位牌が一つあって、はい、そのお位牌のすぐ横に、右横にそれよりも少し小さめのお位牌が一つで、反対側にだいたい大きさにすると 14-15cm ほどの、ちっちゃい観音様が置いてあったんですけど、あの、僕その観音様がね、妙に気になりまして、はいはい、で、もうこの体勢のままね、観音様のお顔をじーっと見てたんですね、うんうん、そうしましたら、突然観音様の口がパクパクっと動いて、え、しゅうちゃん、しゅうちゃんって声かけてきたんですね。観音様の声だったってことなんですね、はい、びっくりしまして、しばらくこのまま動かなかったんですけど、でもその時は怖いっていう感情よりも先に、何かこうね、見ちゃいけないものを見てしまったんじゃないかなっていう感情が先に来たんですよ、で、本当にね、幼いながらにも、ね、こんな観音様が喋るわけがないと、で、本当この至近距離で観音様からね、こう声をかけられたんだけれども、僕何を思ったかね、今のは見なかったことにしようと、で、何も見なかったことにしよう、この至近距離で呼ばれたけど僕は何も聞こえなかったと、そういうふりをしようと思って、はい、そーっとね、こうお仏壇の中見るのやめたんですね、はい、で、乗っておりました、あの、椅子からこうトントンと降りて、お仏壇に背を向けて、早くこうこの部屋から出たいと思って、扉に向かってとことこ歩き始めたら、また僕の背後から、しゅうちゃん、しゅうちゃん、ダメ押しの呼ばれがすごいですね、はい、で、もうその瞬間にもう我慢の限界が来ちゃって、もうわーんって泣いちゃったんですね。で、僕の泣き声を聞きつけて、まあ、家のどこからかね、母親とおばあちゃんがこうドカドカドカっと駆けつけてきて、うん、で、ここからちょっと母親から聞いた話になるんですけど、はい、僕の泣き声を聞いた母親とおばあちゃんがその部屋にやってきて、僕がね、母親に抱かれて、その横でおばあちゃんがね、どうしたのって聞いてくれたそうなんです、はい、そうしましたら、僕がね、お仏壇の方を向けて指さして、あの人が呼んでるって言ったそうなんです、うんうん、で、おばあちゃんはね、見るとやっぱ先ほど僕が乗ったであろう椅子が収納棚の前にまだトンと残されているので、あ、ひょっとすると遺影のことかなと思ったらしくてね、で、あの、並んでる遺影の写真を指さして、どの人って聞いたそうなんですけど、僕はね、いや違うと、改めてお仏壇の中の、観音様を指さして、この人が呼んでるって言ったそうなんです、うんうんうん、はいはい、
で、そうしたらおばあちゃんが僕の頭をこう撫でながらね、ああしゅうちゃんがきっと可愛いからね、ご先祖様がお話ししたかったんだろうね、なんて言いながらこうお仏壇にお線香を立てて手を合わしている後ろ姿っていうのをね、こう今でもなんとなくぼんやり覚えてるんですけれども、うんうん、はい。でそれからね、時が経ちまして僕もね成長とともにその家を出たんですけれども、はい、あのそうこうしているうちにおばあちゃんも高齢で亡くなっちゃったんですよね、うん、でお葬式も終わって、四十九日の法要も終わったある日、ね、僕の母親からこんな連絡があったんですけれども、はいはい、おばあちゃんの、荷物を整理しながら片見分けをするのでお前も実家にいらっしゃいと、うん、いうことだったんで僕も時間を作って実家の方に向かったんですよね、はい、で、実家に到着すると今度また母親がこんなこと言ってきたんですね、うん、今日であのおばあちゃんが管理してた、お仏壇も、仏壇じまいするんだけど、そういえば生前おばあちゃんこんなこと言ってたんだよねって言うんです、はい、この観音様は修作とつながっているから、もし何かの機会があったら渡してあげたいね、うん、お前この観音様どうするって差し出されたのがあの日あの時僕の名前を呼んだ観音様だったんです。は、はい、で、その観音様はね、おばあちゃんがせっかく残してくれたものなんで、いやいらないなんて断れないじゃないですか。そうですね、はい、じゃあよし分かったと、じゃあこの観音様はおばあちゃんの形見として僕がもらってくねなんて言ってね、持って帰りまして、今でもあの自宅の方に飾らせてもらってるんですけれども、今日はねせっかくお階段巡りに出させていただけるということなんで、あと島田さん、そしてスタッフさん、あとねカメラの前の視聴者の皆さんにもね、ぜひその観音様の現物をご覧いただきたい今日こちらに持ってまいりましたのでお出ししてもよろしいですか。いや本当に貴重な、はい、はいものありがとうございます。いや、とんでもございません。現物今日長野から持ってきていただいたんですね。一緒に電車に乗ってやってまいりました。ありがとうございます、はい、じゃあいいですか、見させていただいても。ちょっと出してみますね。はい、はい、結構小さいんですね。あ、ちっちゃいです。本当15センチくらいの観音様で、だいぶね汚れてるんですけど、本当おばあちゃんがね毎日お線香をあげてすすで汚れたやつだったんで、まあなんて言うんでしょう、汚れを落とすのもなんだなと思って、そのままの状態でずっと今も残してありますね。どうぞ島田さん、僕さお手に取っていただいて。いや、そんな触ってもいいものなんですか。全然いいと思いますよ。はい、どうぞ。一応本当大事なものです。失礼いたします。はい、はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。ぜひご覧ください。うわー、すごく優しいお顔まあだいぶちょっと汚れちゃってますけどね、その汚れも落とすのもなんだななんて思ってそのままにしてありますね。このお口がパクパク開いて、はい、そうなんです。しゅうちゃんしゅうちゃんっていう風に、はいはい、呼んでくれた観音様ですね。いや、幼いながらに、きっとねそんな声がして、うん、だったら怖いはずじゃないですか、はい、でも興味を持ってこう見に行くって、うん、やっぱり何か怖いような感覚はあまりなかったっていう。その時はなかったんですね。それも不思議ですよ、ね、はい、でそのしゅうちゃんっていう声は女性の声だったんですか。女の人の、若い女の人の声でしたね。聞き覚えとかはやっぱない。全くないですね、はあ、もしかするとでも、はい、本当に観音様かもしれませんし、うん、はい、ご先祖様、そうですね、でやっぱりこうね、はい、かわいいなっていうことで、うん、この観音様のお姿を借りてお話をしてたのかもしれないですよね。そうですね、本当は人形に魂が宿るとかね、物に人の思いがこもるとか言いますけども、本当それはね僕のおばあちゃんからいただいたものなんで、本当今でも大事にね飾ってありますね。いやー、なんかすごく、はい、なんかね、いろんな怪談話がありますけど、うん、でこの水沢さんならではの、はい、おばあちゃんともつながる、そうですね、そしてねご先祖様ともねこうつながってくるような、本当にこうその人の人生の中の、はい、すごく素敵な怪談話、そうですね、はい、話していただきました、はい、ありがとうございます。とんでもございません。こちらこそありがとうございます。なんかねこの場でなんかそんな水沢一族のね宝物を披露していただけて、なんか僕もすごく嬉しいですね、はい、あ、いやちょっと嬉しいです。おばあちゃんはね、じゃあしゅうちゃんとつながってたんだよっていうね、なんかそういう話をされたそうですけど、もしかしたらなんかおばあちゃんも感じるものがあってね、そうやって僕に残してくれたんじゃないのかなと思いますけど、その後はしゅうちゃんっていう声は、もう残念ながらね時一回こっきりでした、はい、いや何かこう心温まるような、はい、はい、なんか素晴らしい水沢さんにしか話せない
怪談話本当にありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。なんかこのチャンネルね出ていただいたら本当にこう何かね皆さんにこうお知らせなんかもねしていただきたいと思うんですけど、はい、どうします水沢さん。 ありますよ。 あります。カメラに向かって、はい、はい、僕長野県で、諏訪地方でリラクゼーション店癒し堂というお店経営しております。長野県内の皆様はもちろん県外からお越しの際はね、ぜひお店の方に来ていただければと思います。はい、結構もう付き合いも長くなってきましたが、本当にこうねいった感じ柔らかい方でお話も上手なんですよね。いやいや、とんでもないです。で、腕はもちろんね一級品なんですけど、はい、要望があればねかなり怖い話たくさんお持ちなので、もちろんね普段からするわけは絶対ないんですけど、怖い話聞きながらマッサージ受けたいなっていう方はお客さんからは聞き出しますいっぱい。はい、よかったらねこちらの方に足運んでいただくとまたいいんじゃないかと思います。はい、本当にありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、いやちょっとね、オンラインサロンっていう閉ざされた空間でね仲間うちでこうワイワイやってるところからなんかこう今回ここに出てくれて、なんか僕もちょっとこう身内が出てる感じですごく上手に行ったらいいなとかちょっと変な汗かいちゃったんですけど、そうですね、やっぱお話も上手で、はい、とんでもないです。はい、皆さんにすごくいい話なんか伝わったと思います。はい、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。はい、というわけで皆さんね、今回出ていただきましたのは長野県諏訪市の方で癒し堂というリラクゼーションサロンを経営されております水沢貴博さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。